我々は捜索と救助の任務を任された。あら、海軍は黒海の艦隊から偵察機を飛ばしているが、昨晩敵が発射した対空ミサイルにより F-18 が1機撃墜された。パイロットと乗組員は墜落前にパラシュートで脱出したが、ビーコンを作動させた後すぐに反乱軍に捕まってしまった。パイロットたちは墜落地点の近くにある農場で尋問を受けているようだ。そこで我々の任務はそこへ潜入し仲間を救出することだ。偵察写真によると F-18 はほぼ無傷で厳重に警護されているようだ。爆発物を仕掛けられる場合は機体を爆破するように。しかしメインの任務はあくまで仲間の救出だ。それからオセット人の犠牲者を最小限にとどめる必要がある。ロシアは我々がここにいることを非難して国連で大騒ぎをしている。これ以上相手に口実を与えたくない。もしロシアが戦闘に介入してくると我々としても厄介なことになってしまう。オッケーしか。ポイントを出ていない。ちょうどいいな。よし。暗視装置を使おう。移動する。ここにいる。発見。このうちの二人で同時に行けるんじゃない？よし、移動する。ここにいる。道の途中だ。位置についた。死亡確認。パイロットがいるんじゃないか。こいつはどっちだ。
たいた。よし、オッケー。パイロット救出。人質救出成功。次。ね、爆弾を仕掛けるんだろう。俺は全滅させたいんだがな。道の途中だ。なんか矢印と全然違うとこ行ってる。ここにいる。あばよ。家の中か、嫌だな。外が見えないか。あれ、そっか。スリ解除。見えんかな。窓が開いてるぞ。え？遠くに敵が見えたんだが。気のせいか。3人歩いてきてたような気がしたんだが。危険な中に室内に入るしかないか。 あれは味方か。味方だ。さあ、この室内をどうやって攻略するか。うわわ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 わ、いたよ敵が。あぶねー。よし、緊張するな。室内戦。2階だな。この調子だと。
よし。あばよ。ふう。人質救出成功。よしよし。ああ、よかったよかった。次は爆弾仕掛けようか。そうだったよ。しまった。あと一匹。ここに隠れてるだろう。見えたぞ。ああ、爆弾仕掛けられなかったな。みんな撃ってねえ。アポ一回してんな。あとな。